はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、ピンポーンってこのインターホン、家のインターホンでもう爆ボイしてしまう、その時のしつけ方について今日お話しさせてもらおうかと思います。はい、もうインターホンピンポーンってやったらね、もうドカーンなんですよね。もうインターホン爆弾ですよね。はい、まあこれをやっちゃうと、まあやっぱり近所迷惑とかになっちゃうんですね。特にマンションだったりとかね、結構吠えって結構響き渡るんで、なのでやっぱそうならないためにも、まあちっちゃなうちからね、やることっていうのがあるんです。それについて今日はお話しさせてもらおうかなと思います。では本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram させてもらってます。ブログの方は僕の思いをお話しさせてもらったりだとか、インスタグラムに関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップさせてもらってます。下の概要欄からチェックできるんで、よかったらチェックしてみてください。はい、というところで、こうインターホンね、こうインポーン。じゃあどうしていう風にしつけていたらいいのかってことなんですけども、基本的にはピンポンって鳴れば、鳴ると吠えるわけですね。鳴れば吠える。っていうことは、その、鳴ることはもうどうしてもできないじゃないですか。もちろんボリューム落とすとかできます。消すとかできる。ね。けど、どうしてもそれができない。なるのがどうしても無理。っていう方は、この、吠えるを変えなきゃいけないですよね。じゃあ、この、吠えることを別のコードに変えてあげるっていうことなんです。これが基本的なやめさせ方になってきます。やっちゃダメなのが、吠えるのをね、ダメだよ、ダメだよとか、ね、もうどうやってもやめろやめろ、こう、抱っこして、やめてみたいな。これ、全然逆効果ですから。ね、一生懸命止めても、それは結構ね、逆効果になっちゃうわけなんですね。なので、やっぱりこの、吠える。っていうことは、別のことに、ね、行動を変えてあげるっていうのがめちゃくちゃ大事なんです。ねえ、けど皆さんも、ね、どうですか？ね、爆吠えしてますよね。ねえ、こんな風にね、対応してますって方、ね、よかったら、コメント欄の方で教えてください。はい。なるほどね、皆さんね、ちょっと、ああ、そういう風もあるのかなとかってね、みんなで考えていけたらいいかなと思います。はい。では、続くわけなんですけども、じゃあ、別の行動を教えるって、一体、どういう風にやったらいいのか。ね、これを今日宿題でお話しさせてもらおうかなと思いますので、ぜひ、爆吠えで困っている方はやってみてください。では、今日の宿題はこれです。はい、先生、今日は、このね、ピンポーンで爆吠えちゃうワンちゃんのしつけ方について今日お話しさせてもらいました。大事なポイントとしては、一生懸命やめさす。これをやっちゃダメだってことです。別の行動を教えましょうねってことなんですよね。はい。じゃあ、どういう風になっていくのか、3つのステップがあります。まず1つ目、まず1つ目っていうのは、まず、そのね、刺激、ピンポンのインターホンを減らす努力をしましょう。いろんな努力の仕方がある。ね、もう切るのもそうですよね。もう一生憂鬱ですけど。ね、なんだ、こう、インターホンの音を切る人はもうゼロにする。もしくはかなり刺激を下げる。あとは、もうね、来るっていう時に何かしら、もう手を打っとくんですよ。例えば誰か帰宅した時に、今帰ってきたよっていうのをインターホンじゃなくて、電話で終わらすとか。ね、宅配便やったらね、過剰書きにして、ちょっとインターホン鳴らさずにどうのこうの連絡くださいとかできると思うんですよね。そういった形で何かしらインターホンが鳴らないような仕組みがもしできるのであれば、まずその先やってしまうのもまた一つです。はい。で、それをやっていただくこと。いや、どうしても無理だと。どう考えても無理だ。ね、一番がめちゃくちゃ一番楽なんですよね。どう考えても無理。っていうのであれば、別の行動をしていきましょう。これが二つ目なんですけども、別の行動は何ですかっていうと、ハウスだったりだとか、ケージだったりだとか、何か、ワンちゃんが別の行動をしたがるっていうのをまず教えていくんですね。まあ今日の例で言うとハウス。ね、ピンポンで鳴ればハウス。ね、吠えるんじゃなくてハウス入る。吠えるんじゃなくてハウス。吠えるんじゃなくてハウス。ね、それを教えていくと吠えなくなってくるんですよ。じゃあその下準備としてまずハウスが入る練習しとかなきゃいけないですね。いきなりぶつけをまじだ、ね、さ、ハウス入ってもワンちゃん、みたいな。そんな教えられてませんみたいな。じゃなくて、実践の前の練習をまずやるんです。はい。しっかりハウスを先練習していく。で、それができたら、三つ目が、ちっちゃな練習。ね、スマホとかでちょっと何かインターホンね、音取ったりだとか、あとは誰かがわざわざ鳴らしてもらって、ハウス。今から鳴らせようって、ピンポンハウス、すぐできるわけですよね。いきなりだったら、すぐ対応できないじゃないですか。なので、練習していく。この三つをやっていくと、だんだん、慣ればハウスってことになってきますので、ぜひね、頑張ってほしいかなと思います。まあ、こんな感じでハウス以外もね、たくさんのね、こういう風に教えることっていうのはいっぱいあります。ね、うちでもこういうことの勉強会やってるんですけども、こちらの概要欄からそちらの入学説明会っていうのがあります。よかったらそちらもチェックしてみてください。というわけで、また明日お会いしましょう。